それでは OK が出ましたのでステージ対決いきたいと思います。皆さんお待たせいたしました。では中西さん、タイトルコールをお願いいたします。はい、まあ、僕はこのチームができてから97年からずっといるわけなんですけど、まあ、その頃からやってますからね。伝説の伝統の一戦です。ステージ選手対抗戦、イエイ。さあやってまいりました。こちらの対抗戦、両チームの選手皆さんにお伝えしていきますね。こちらと思いますが、まずはオジプロチームは伊藤博樹選手、田中裕介選手、杉山力弘選手、そして小林優選手です。対するヤンプロチームは実藤勇樹選手、森谷健太郎選手、高木俊選手となっています。少しね、年齢としては微妙な分け方ですけれども、どうなの、優がオジプロね、え、林優選手がオジプロに入る。ではこのステージの選手対抗戦のルール説明を林さんお願いいたします。はい、これから両チーム対抗の対決形式を2回戦で行います。その合計の勝ち点、ポイントが多いチームが勝利となります。また今年も皆さん、ファン間特別マッチデープログラムを購入されますと、抽選番号が書かれた勝敗予想シートがついてきます。勝利チームを見事当てられた方に、この対抗戦の後に開催されますプレミアム抽選会への参加権が与えられます。その抽選会では他には絶対に手に入らない超レアグッズが当たります。両チームに張り裂けばかりのご声援よろしくお願いいたします。なお両チームの現在の得点ですが、ヤンプロチームが50点、そしてオジプロチームが60点でございます。接戦になっております。それではテツさん、小森さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。オジプロチームがわずか10点リード、はい、PK の確率ですね、はい、ということで、それではこのステージ対決の今年の審査員を皆さんにご紹介したいと思います。どうぞ審査員の方、ステージまでお越しください。あれ、どなたか歩いてましたよ。待って、歩いてましたよ。もったいぶったら早く行く。時間がないです、時間が。負けです、負け。大丈夫ですか？審査員、足は大丈夫ですよ。ダンス踊れるんですけど、今年は審査員してみようかなと思います。わざと怪我したんですか？あ、ちょっと怪我しました。わざとじゃないですよ。足はどうですか？治り具合、いや、痛いです。今日この人は入院です。入院？はい、このファンが終わって病院帰ります。病院帰ります。はい、大丈夫ですか？で、あ、大丈夫です。私は手術するので1ヶ月ぐらい、はい、はい、ちゃんと帰ってください。はい、重要な戦力なんですよ。そうです。はい、小さいはちゃんと真面目にやってください。小さいは真面目に、ひいき目で。ちょっとそれはダメなんですよ。おじふろおじふろ有利じゃダメですよ。はい、フラットに、はい、フェアプレーでお願いします。フェアプレーで、はい、ちょっと気づきが踊らないのは残念ではあるんですね。本当に残念ですけれども、大丈夫、まあ歌おうよ。どうだろう。まあ、じゃあ、公正なる審査を伊藤選手にお願いしたいと思います。では伊藤選手、審査員にこちらに用意してますのでお願いします。審査員にやる年になったんだけど。さあ、それではね、始めてあげていきたいと思いますが、まずはチーム対抗ダンス対決。はい、ダンス対決。それではルール説明、林さんお願いいたします。はい、チーム対抗ダンス対決はヤングチームとオジフロチームそれぞれにパフォーマンスを披露してもらいます。パフォーマンスの評価を審査員のひろき選手に行っていただきます。なお満点が100点満点となります。以上がチーム対抗ダンス対決のルールでございます。テツさん、小森さん、お願いします。はい、ダンス対決も練習の合間にダンスの練習してきたと思いますので、はい、合間の裏でやってました。最後の最後まで入念のチェックをしてました。合わせてました。その成果をぜひご覧いただきたいと思います、はい、それでは早速参りましょう。はじめにヤンプロチームの登場です。今回ヤンプロチームに踊っていただくのは誰もが知っているあの
超人気アニメフロンターレの選手にもファンが多いアニメですね。この主題歌を2曲メドレーにしてこの日このためだけに作ったオリジナルの振り付けのダンスとなっています。去年のファンカムステージでダンスのセンスを見せつけた高木俊選手にして、俊はすごいね、ちょっと半端ないセンスがあって、ゴールキーパーの立球感って大事でしょ、ね、大事なんですね。ということで高木俊選手でも難しいと言っていた今回の振り付け、3人のヤンフロチームがどれだけ踊りきれるのかぜひご期待ください、はい、そして今回使用する2曲なんですけれども、皆さんにもご案内をしました。中断期間明けの7月6日の柏線東映漫画祭りになっていますけれども、こちらで開催される漫画祭りでもご本人に歌っていただく曲来てくださるんですよ、はいね、ということで皆さんご存知の方は誰の歌か分かりましたね、はい、どうぞ楽しみにしていてくださいそれではヤンフロチームの皆さん準備はよろしいでしょうか。ヤンフロチームいきますか。はい、あちらの皆さんよろしくお願いします。前に。さあどうぞ。
仕方なくなった。踊ってる最中に。片付けました。はい、さて、いかがですか出来は。ちょっとところどころ、ちょっと忘れちゃった。忘れちゃった。なんとかこう、うまく持っていくことができた。はい。あ、じゃあ結構満足感になってきますか。そうですね。まあ、楽しくできた。あ、大事なことです。はい。しゅんくん。センターは大変だね、やっぱね。いやもう去年よりも準備の段階ですごい遅れてて、はい、ギリギリまでみんな踊りが揃わなかったんで結構バトル大丈夫今年大丈夫かなって思ったんでまあ結構揃ってますね。そう揃ってます。まあ楽しくやれたんで良かったかな。さすがだね。はいね。これ初めて。こういうダンスがあるって聞いてたんですけど、まさか僕が踊るとは思いませんでした。まさか自分が金髪の面をかぶると思いませんでした。一番誰だか分かんない。でもダンスどうなんですか。結構上手く踊れてますよね。いや本当にいい感じ。本当ですか。まあでもフロンターレ行ったらこれもうやんなきゃいけないもん。でも本当に楽しかったです。いや本当に楽しいですね。良かったです。はい。ということで、伊藤選手の準備は。はい、伊藤選手どうでしたか。いや、すごい。ね、時間ない中、本当に良かったと思います。いい出来でした。はい。ということで、点数をお願いします。はい、お願いいたします。ヤフロチームの得点は、おー引きせずにやってるフェアプレー。いや完璧だったんですけど、ケンタロウがちょっと照れてたので、あー、やっぱり2点。オジングローチームのキャプテンから見ると、やっぱりまだちょっと、まだ照れが、まだちょっと照れがあった。ヒロキも昔出てたから、どうも言えないけどね。最初出てたんだよね。今はもう、溶け切ってる。でも楽しかったですね。じゃあ、来年その2点またもらえるように、はい、ミスターの精進を。はい、ということでありがとうございました。ヤフロチームの皆さん、次の準備もあると思いますので、はい、次も楽しみにしています。ヤフロチームに大きな拍手をお願いいたします。98点を獲得しました。さあ、続いてオジフロチームですね。はい、今回オジフロチームが選んだのは、今や雑誌、テレビ、CM などでも引っ張りだこの、ファッションリーダー的、ちょっと名前が言いにくい。僕はもういつもラジオの曲紹介で大変なんですよ。僕はですか。キャリーカミカミ。当たり前ですよ。前からラジオやってるんですから、何回曲紹介してるかわからない。いつも最初全然いなかったと思う。言いにくいので、この人の曲は書けないってことに決めました。そうなんですよ。ということで、女性アーティストの3曲のメドレーを可愛く3曲メドレーですか。大丈夫、おじさんだよ。おじさん試合よりむさんさそうな。曲にも負けない可愛い衣装にもこちら。いやもうね、これはもうとにかく出た瞬間まず楽しみだね。ちょっと出た瞬間の、出てくる瞬間もぜひ楽しんでいただきたいと思いますので、